オーストラリア首都特別地域は、オーストラリアの特別地域の一つ。首都、キャンベラ及びその周辺地域から構成される。同地域の標準時営はアトックプラス10時間である。夏時間 EDT コールはアトックプラス11時間の開始は10月の第1日曜日早朝。終了は翌年4月の第1日曜日早朝である。同地域都市度にメルボルンは1年中時差がない。 アクトは首都キャンベラのほか、ウィリアムスデール、ナース、ウリアラビレッジ、ホールの各地区から構成される。計画的にキャンベラの副都心、衛星地区を開発している。アクト内の開発地域外には町といえる集落はない。また隣接する NSW 州の区域、アクトに関連し、海に出るための連邦直轄区域、 ジャービスワン特別地域が設けられているが、アクトには属さない。EN ヒストリー・オブ・ザ・オーストラリアン・キャピタル・テリトリーも参照首都地域キャンベラ創設式レディ・デンマンが、キャンベラの命名をした、1913年3月12日、参照、オーストラリアン・キャピタル・テリトリー・レジスレイティブ・アセンブリー・アクト立法議会議事堂アクトは、地域内の自治権を持っているが、憲法上は、 他州のような完全な自治権は存在していない。オーストラリア連邦政府の直轄地の性格も合わせ持つ。他の州、準州、自治領域と異なり、アクトは総督に相当するオーストラリア国王の代理人、行政官に相当する連邦総督の代理人は置かれていない。キャンベラに駐在している連邦総督がその役割を担っている。オーストラリア首都特別地域は、 地方自治及び国政において、ジャービスワン特別地域と一体的に扱われている。オーストラリア首都特別地域立法議会と首相は、アクトだけでなく、JBT も管轄範囲とする。アクト立法議会は、キャンベラ市議会の役割を兼ね、地域内の立法権を有する。2011年まで、連邦総督は、アクト立法議会が可決した法令に対し拒否権を行使することができた。 現在は連邦政府がオーストラリア首都特別地域立法議会の決定を却下するにはオーストラリア連邦議会両院の承認が必要である。アクト立法議会は議会の多数派からアクト及び JBT の行政の長、アクト首相を指名する。戦術の通り、アクトには総督、行政官に相当する国王、連邦総督の代理人は存在しないため、 議会の指名がすなわち首相の任命となる。チーフミニスターは他州のプレミアに相当し、またキャンベラ市長の役割を兼ねる。オーストラリア連邦議会にはアクト及び JBT から4人の議員を選出している。もともとキャンベラ高等学校として建てられたオーストラリア国立大学芸術学部の建物。EN Education in the Australian Capital Territory も参照大学はいずれもキャンベラとその衛星地区にある。その他、ありがとうございます。